つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が私の兄空を連れ去っていった。そして私も神に封印され、本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。行こう。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのには
ちゃんとした理由があるんだぞ。ほら、言葉は歌となり、風と共に流れ、その中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。の元素を感じたか？どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前なら、そこで神の手がかりを入手できるかもな。それと、モンドには吟遊詩人がたくさんいるから、お兄さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素は、お前の祈りに応えた。いい兆しだと、オイラは思うぞ。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？あっ！
危なかった。吹き飛ばされるところだった。お前の髪を掴んでおいて助かったぜ。さっきは何があったんだ？食われるかと思ったぞ。絶対あのドラゴンと話してたやつが関係してるよな。うん、心配してるのはわかるよ。ん？なんだあれ？あの石、赤く光ってる？近くで見てみようぜ。気をつけろ！嫌な感じがする。こんな石、見たことない。何なんだこれ。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。急いでここを出よう。ご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う！マスコットイカじゃないか！とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。あ、ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。おお。そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば、任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。あ、ヒルチャール！逃がさないで。やあ、最近荒野の化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。
も、あんたも戦えるなんて思わなかった。支援ありがとう。ねえ、戦ってどう思った？なんでこんなところにヒルチャールが現れるんだ？こういう奴らは普通、都市から離れたところに巣を作るよな。そうね。本来だったら荒野にいるはずね。でも最近、風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だから、こいつらの活動範囲もだんだん城の方に？そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから、進展はあったわ。さあ、私についてきて。真面目で優秀な騎士が、あんたたちを城まで守ってあげる。冒険ができないのよ。ちょの城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長、ジン。モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。モンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。
普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔竜のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？みんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。ずいぶんと熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。嘘。集中させるんだ。雲を突き破るようにね。え、この声誰だ？巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。
先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。あ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。あったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど、モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。
暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に、神殿の遺跡へと向かおう。